演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はファミリーマートのつぼみとこし冷やし鶏天おろしうどんを食べたいと思います。これ鶏天なんですね。意外唐揚げっぽいんですけど、何かやっぱり違うのかな。下の方にはうどんがたっぷりありますね。美味しそうです。はい、食べる準備できました。こちらが鶏天の断面図です。一番なんでしょうね。ではいただきます。ごちそうさまでした。鶏天はお肉が結構厚みがあって、噛んだ瞬間に旨味が口の中にふわっと広がりましたね。お肉は好きな方にも満足できる鶏天だったと思います。その下に入っているうどんはもっちりとコシがあって、鶏天と一緒に食べるとうまく2種類の食感を味わうことができ、とっても美味しかったです。わかめやネギ、おろしの食感もまたそれらにまた違った変化を加えてみて良かったですね。というわけでこちらの点数をいただきます。ボリュームもあって大満足。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。